皆さんこんにちは今回の授業はね極地の存在条件というものについて考えていきます今までは具体的な関数 fx が与えられて微分して fx の極地の計算をやってきたわけです今回は極地の存在条件について考えていきますでは問題から入っていくことにいたしますはい問題文確認しましょう問題 fx イコール x マイナス1分の x 上プラス x プラス a が x イコールマイナス1で極値を取るとき、定数 a の値を定数 a の値を定めよう。また f(x) の極値を求めようです。まずね、f(x) が x イコールマイナス1で極値を取るとき ってて書いてあります当然同関数 f'x を計算するわけですでは同関数の計算に入っていきますでも分数関数ですから注意しましょうね微分は。f'x= まず分母が自乗されます。 そしてこの長々と引いた分数記号の上には何が乗っかるかまず分子の式 x 次乗プラス x プラス a が最初に微分されます分子の x 次乗プラス x プラス a が最初に微分ね微分すると 2x プラス1分子の式を微分すると 2x プラス1が見えてきますね 分子が微分されました。その後ろはかけることの分母の式です。かけることの分、母の式。そして、その次は引くことの引くことの分子の式をそのまんま使うわけです。 引くことの分子の式をそのまんま入れました。その次は分母の式を微分するわけね。x 引く1を微分すると1です。はい、この形になりました。あとは f ダッシュ x の分子を同類項処理しましょう。そうすると。 分子の式は展開整理すれば二次式だということがわかるでしょう。はい、まずねこの分子の式を展開整理するときに x 二乗だけをよく見ましょう。こことここがかけられて 2x と x がかけられて合わせて 2x 二乗ね。こことここがかかって 2x 二乗。後ろに引く x 二乗がいるから同類項を処理すれば x 二乗になります。その次 x の一乗ね。x の一乗ね。 こことここをかけて x、こことここをかけてス2 x 展開整理すると x 引くことの 2x でス x が出ます後ろにス x がいるから合わせてス2 x になりますそしてあとは定数項ですこちらの定数項ス1ねそして後ろの定数項はス a です はい、f'x の計算式分子の分子のところを同類項処理して、X、次乗 −2x−1 引くことの a になりましたはいこの式変形 OK ね。そしてこれ分数関数だっていうことも注意してくださいね。分数関数は分母が0のところではグラフがちぎれてしまう増減表もそこで分割して書けないといけないわけね。X、1は0でない x 引く1はゼロになっちゃいけないわけ。x は1でないが条件的についてまえる。x が1でないが条件的についてきます。それをここに入れときますね。f(x) が分数関数だったら分母の x 引く1はゼロではないわけね。それがここにやってきます。そして f ダッシュ x も x 引く1括弧乗 x が1でない。ちゃんとここは。 正になってるね。いいかな。ここの分母 x 引く1はゼロではない。そのために x は1でない。ここの分母も x 引く1括弧二乗になってて x が1でないからこの箇所は完全に正ですね。f ダッシュ x を計算した x は1にならない。分母は x 引く1の括弧二乗でゼロにはなってません。二乗がついてるから正になります。 f ダッシュ x の符号を決めるものは何か。f ダッシュ x の符号を決めるのはいつもと同じ記号を使ってます。赤のカギ格好をつけてます。f ダッシュ x の分母は完璧性。f ダッシュの符号を決定してくれるのはこのカギ格好の x 上マイナス 2x マイナス1引く a という二次式です。はい、そして いよいよ微分が終わりました。問題文を確認して、次の計算を考えましょう。x イコールマイナス1で極値を取るんだから。x イコールマイナス1で極値を取るんだから。f ダッシュマイナス1はゼロなんですよ。はい、今までの計算を思い出してごらん。今まで関数の極値の計算、たくさんたくさんやってきたよね。そう、極値は f ダッシュ x イコール0の解から発生することが多かったのです。 極値は f ダッシュ x イコールゼロの階から発生することが多かったわけね。x イコールマイナス1で極値を取るっていうことは、f ダッシュカッコマイナス1がゼロになるわけです。そうするとここちょっとね詰まってきましたから、番書の位置を切り替えてみます。ここからやるのは、x イコールマイナス1で極値を取るから、f ダッシュ x、f ダッシュ x のこの x にマイナス1を代入して f、f ダッシュカッコマイナス1イコールゼロという式から計算していきます。 では板書の位置を切り替えます。はい、切り替えました。x イコールマイナス1で極中を取るから。 f'-1 が0ねそして f'x というのはどういう式だったかこの脇に入れときます赤でちょっと入れますねあちょっときついかもう一回その式書いてみます F x の式、ねえー、ちょっと切れたから改めて書きましたそして行いたい計算は、F、が0これよりス1代入してくださいス1を代入するとス1代入するとス2の事象4なんですねそしてス1を代入しますス1を代入するとス1代入すると1す2 1−1 2-1、ね、で,ですと2で2ですその後ろに、A、がいるわけです。F x の式から、F、1を計算すると4分の2が出てきて0つまり、A、の値は2です。 はい A, のね、A の値が出てきたからといって A イコールに点点点答えと打ってはいけないんです。A イコールに点点点答えと打ってはいけないわけなぜかというと極値というのは F'x の符号の変化が出てこないとまずいわけです。極値というのはね F' の符号がプラスからマイナスあるいはマイナスからプラスと変化しないといけないわけそのために増減表を書かなくちゃいけないです。はい、A が2で あるからこの時ねが2より f'、X、はどうなったか。 f だし x がこのように出てきました。そしてここでもう一回チェックしとくね。今回は f x が分数関数ですから分母がゼロとなる値 x イコール一はダメなわけです。この x イコール一を増減表に入れておかないとまずいわけです。 はいでは増減表を作っていきます。注意してほしいのは、f ダッシュ x 以降、f ダッシュ x を計算しました。f ダッシュ x 計算できてるね。f ダッシュ x イコールゼロはどこで見ればいいんだっけ？ここの赤のカギカッコから f ダッシュ x イコールゼロが見えてくるよね。この式がゼロになるとは分子の式がゼロになること。マイナス1と3ね。 分子がゼロになるということは、x がマイナス1または x が3です。マイナス1と3が増減表に書き込まれます。そして x は1でないというのがありますから。 今増減表の大きな枠を作ってます今回注意してほしいのは分数関数であることから分母が0のところはダメ。えー、最初に注意しておいたよね。f x の分母 x-1 がいたから x イコール =1 はダメでここが斜め線が入ります。そして今 f'=0 x イコールはここの式から確認したんだよ。この式において f ダッシュ x がゼロになるのはか赤の鍵括弧がゼロでマイナス1と3が入ってきます。ここはゼロゼロが入ります。そしてあとはこの点点点のところですね。ここのところの f ダッシュの符号を決める。代表的な値を代入してパッパッパッと決めちゃいましょう。マイナス1より小さい値がここに詰まっています。マイナス2を取っていきます。マイナス2をどこに代入するか赤の鍵括弧ね。 ここら辺にマイナス2を代入するマイナス2代入するとマイナス1マイナス2代入するとマイナス5マイナスの2を代入マイナス2を代入するとマイナス1かけるマイナス5でプラス5正の値になりますそしてマイナス1とプラス1の間のこの点点点ねロを使いますゼロをここに代入しますゼロを代入すると1かけるマイナス3マイナス3負の値が出ます。ここマイナスです。

ここら辺の代表的な値4を持ってきます。4代入5。4代入すると4足す1で5。4ひく3で1だよね。そうすると5かける1でプラスの値ができます。プラスが出てきました。よって上がって下がって下がって上がると。x イコールマイナス1で x イコールマイナス1のところで符号がプラスからマイナスに変わりました。x イコールマイナス1で確かに極値になったんです。そしてこちらが x イコール3で、x イコール3でも極値が発生します。x イコールマイナス1で極大値です。x イコール3で極小値になります。 A の値が2だと A の値が2だと、ちゃんとマイナス1のところの前後で F' の符号が変化しますから A の値2がこれで初めて答えになります。 増減表から。極大値は F. かっマイナス一。極小値は F. かっ三です。この値を最後に計算していきます。えー、番え、書のところで。F. X. の式がありません。F. X. の式をちょっと確認しにいきます。ただし A. は二です。F. X. の式は X. 引く一分の X. 乗プラス X. プラス A. ね。ここの A. の値が二なんです。ここの A. の値を二にして F. X. の式を。黄色のチョークで。前の番書の位置に書いています。 これはね見るための確認だからここら辺に入れときます。x-1 分の x 乗プラス x プラス2です。この式にマイナス1を代入して値を確認すると。 この式にねマイナス1を代入すると分母はマイナス2分子がプラス2でマイナス1ですそしてこの式に3を代入すると分母は分母は3-1で2ですそして分母に3を代入すると左算が9 9たす3たす214分母2ですから7ですこれが点点点求める答えになります はい、黒板最後ギチギチになっちゃったけどもマイナス1の前後で符号が変化するから極子を持つから、a、イコール =2 が正解となるあとはこの増減表から極大値極小値を計算していく f は a が,マイナ a が2と決まったことからこの式で、f f、3を計算したわけです全体の流れを軽く振り返ってみましょうはいまず最初分数関数であるということから x ノットイコール1が入ります。そして小の微分公式を使って計算しました。f ダッシュ x の符号は赤のカイカッコで決まります。そして極値を持つということは f ダッシュカッマイナス1がゼロで、それもここの赤のカイカッコで決まっていくわけです。その計算がはいここにざーっと入ったわけですね。マイナス1で極値を取るから f ダッシュマイナス1イコールゼロ。f ダッシュ x にマイナス1を代入して計算したら a が2になった。 でも極子を取るためにはちゃんと増減表を書いて符号のチェックをしないとまずかった符号,のチェ符号が変化したから極子になりました。A、が2と分かったことで F'x も具体化してそして fx も具体化して最後極大値極小値の計算結果がこのように出てきたわけです。はいこの問題の解説はここまでとしますね。 はい今回の問題をまとめておきます今回の問題は極値を持つための条件だったんですここは一般的な話をするためにこういうふうに書いてあります fx が x イコール p で極値を持つ、えー、持つとはどういうことか何らかの関数 fx が与えられましたこの関数が x イコール p で極値を持つとは二つの条件ダブルのポイントがあるんですまず最初のポイントが丸和です f ダッシュ p イコールゼロが成り立つことなんです。f x を微分します。その導関数 f ダッシュ x に p を代入して f ダッシュ p イコールゼロが成り立つこと。これが最初のポイントのあポイントで書いてあるね。そしてこれだけではダメなんです。次のポイントが丸いです。x イコール p の値の前後で f ダッシュ x の符号が変化しなくちゃいけないんです。そう。 極地というのは f' の符号がプラスからマイナスあるいはマイナスからプラスに変化して初めて極地といわれるんです。X F'X P のの前後で f x の符号が変化することなんですこれが2つ目のポイントダブルのポイントになってるわけです。ただし f' x の符号が変化するというのはここね。 どうやって確認するか。ちょっと今補ってます。はい。すごい今日の授業問題は板書がぎちぎちになったんです。f ダッシュ x の符号が変化する。 x イコール p の前後でこれを抑えるためには増減表を書かなくてはいけないんです増減表を書くことによって f' ダッシュの符号の変化が確認されますそのために回答の右側の黒板がねこちら側の黒板がギチギチになってしまったんですこのダブルのポイントがあることをしっかりと押さえておいてくださいそれではこれで今日の授業は終わりにいたしますはい皆さんお疲れ様でした